はい、どうも、今日はですね、ここはコースタルリゾートっていうところだと思う。ですね、かき氷屋さんが最近始まったよと、やってるよっていう情報をもらって得てですね、なんだっけな、午前中は今から質問しますけど、午前中は、時間帯で船蔵で、午後からはこっちで、さらに夜というか深い時間になってきたらジンガっていう、もう世論で一番のバーで活動されてる、まあまあ大ビジネスマン、大繁盛ばっかりさせるやか先輩のやってるかき氷屋でございます。かき氷の名前とかちょっと知らないんで、今から質問していくんですけど、めちゃめちゃいいとこですよ。めちゃめちゃいいところ、こういうところ、こういうところにあります。じゃあ、やかよろしくお願いします。すみません、これロケーションいいでしょう。僕、名前知らずに来たんですけど、はい、このお店の、このかき氷屋さんの名前、なんていうんですか。由来は8751で、はい、花恋で、花恋、はい、可憐と言います。あ、花のイメージの可憐なイメージで、はい、は漢字に直すと花、はい、花、はい、に恋、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 あー、恋、そういうことか、そういうことか、わかりました、覚えました。で、やってるのが午前中何時から何時？3時から5時までやってます。あ、船蔵ではもうやってないんでしたっけ。船蔵では、あ、午前中が、あの、9時から11時半までが船蔵で、で、昼が3時から3時から5時まで、5時までがここのコースタルで、はい、で、夜の部のアルコールのかき氷関係なしのあれは9時から夜の21、9時からからお客様次第、お客様次第でジンガっていう、もう最高の店やってますんで、よろしくお願いします。これどのお店も大繁盛ですからね。初めてのかき氷、いや、かき氷だけじゃないんですか。あ、ちょっと勘違いされるけど、石も売ってます。何やってんですか、本当に。石とかも、これはそこら辺のあの浜から拾ってきてる。そう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 。いやいや、そうそうでしたから、本当に信じますよ。穴開けて。それ信じる人がいるから。でも違いますね、これね。ちゃんとどっかから石屋さんから仕入れてるってことですか。はい、秋田の卸問屋から。決してではないので。なんか変な変なビジネスじゃない。変な霊感商法みたいなのではないよと。はい、はあ。白鵬のファンなんですか。いや、たまたま行った時に買った白物なんかいいっすね、この雑多な感じっていうか、いろんなのがある感じいいっすね。最高っす。で、今日かき氷お願いしようかなと思うんですけど、はい、一番のおすすめは、これ人気とかじゃなくて一番のおすすめ、おすすめはシークワーサーと、はい、あとこっちに書いてないけど黒クマっていう、あ、鹿児島の無邪気の白クマに対抗して、対抗して黒クマ、黒クマ、味はあのカルピス、あ、はい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 、チャコールっていう黒い炭を入れて黒くしてる黒く、はい、じゃあなんでこれ書かないんですか。作るのめんどくさいから、はい、あ、違う違う。じゃあ黒くま一つと、でもう一個は、あ、結構何種類だけでもしてオールでやるんで、あ、そうなので、ミルクもサービスで、おい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 、多分見た時びっくりするかもしれない、うん、じゃあちょっとその、はい、なんかそういった形のあれと僕の2人分、2人分、はい、まず1つどうしようかな、何種類か適当に、あの、やかのセンスで作ってもらって、で、食べる前に、あの、これはこれとこれとこれで、これはこれとこれだよっていうのを説明してもらって、それでやりましょうか。はい、じゃあちょっと作ってるところも後ろから撮らせていただきます。一回切ります。はい、これ風鈴の音ですか。そう、いいなぁ。なんかね、やっぱ浅草、はいはいはい、はい、風鈴なってるじゃん、はいはい、あれっぽくしたくて。いや、なんかいいですね。いっぱいやってたのに割れて。これが黒いやつ。あ、そうやってやるの、あ、いいですね。なかなかのデカさだな。そう、だからね、子供は2人
二人で一つで。ああ、そうかもしれないですね。いい感じ。これはいいわ。グロテスクだけど味は保証します。それグロテスクって言わなければ誰もそう感じないですよ。そんなこと言わなくていいと思いますよ。シークワーサーは 100% のシークワーサーを、はい、あのまあ3分の1入れて。ああ、そんなにも、うん、結構シークワーサーシークワーサーなかなかないよ、そんなにまで入れるのは。これがミルク。いや、いいな、いいな。で、一つ。はい。本当は子供だったら、グミをちょっとトッピングしたりするけど。はい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 。大人だから。いらない、いらない。すいません。これで一つ。でも確かに子供喜びそうですね。うん。まさひろもね、結構買いに来てくれるわけよ。ああ、そうなんですか。連れて？うん。いつか還元しないと。これが一つです。前の方に置いた方がいい。あ、そうですね。力。あ、これジャムだ。大丈夫です。ちょっと。ちょ、お前かっこいい。いや、僕も頼んだ。嘘、うん、どうしよう、コーヒー一応黒いのは僕のにも入れてほしいですね。あ、本当？はい。じゃあ待て待て、じゃあ ちっちゃくしてもらっていいですか。あ、いや、あれはあんたね、でかいだろ。でかいだろ、うん、いや、これが普通。いや、行こう大丈夫。そう、はい、一つちょっと、そうか、違うコーヒーっていう攻め方もあるってことですね。かこの黒いの入れるんだったらアポロっていうのもあるんだけど。いや、ちょっとコーヒーでいきましょう。僕あの黒いのちょっとだけ一かじりもらうわ。本当？うん、珍しいの行ってみたいんで。ていうか、さっきからやかのメニューに載ってないのばっか言うってどういうことですか。アポロっていうチョコまた出てきたけど、新しいのが あるわけよ、こっちに。裏側にってこと？そう、裏メニューで。ちょっとこれだけちょっと口つけないでいただきます。あ、はいはいはい、もしもし、ありがとう。あ、おいしい。いや、まだまだ、もうそしたら次の僕のが食べれなくなる。いや、これいいわ。その、あれ何ですかこれ、爽やかっすね、黒いの。カルピス。カルピスなんだ。そう、ポカリスやってる。そういうことか。めちゃめちゃ爽やかだね。やかにそのかき氷を作る才能まであったっていうのはちょっと驚きですね。マジ？どこで覚えたんですか？多分これはなんだろう、祭りとか結構出したくて、いろんなの。ああ、で、自分なりにずっと研究しながら。研究して。そうです。さすがだな。ちょっと待って、キャラメルミルク。びっくりした、ケチャップかと思った。下はコーヒーで、あー、上はちょっとキャラメルコーヒーです。あ、キャラメルミルク。いいっすね、いいっすね。ありがとうございます。ありがとうございます。下ブラックだからコーヒーは。ああ、はい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 。混ぜて。そういうことか。はい。どうぞ、よろしく、ありがとうございます。じゃあ、置いてもらっていいですか？ごめんなさい。あ、ありがとうございます。よし、食べるぞ。はい。とてつもなくでかいです。いただきます。いや、すみません、これ名前何でしたっけ？これ名前何でしたっけ？これ、ヘレン。ヘレン。僕のはブラック。ペレ？ペレ？
あのサッカーのペレ？そうそう、そういう意味だ。あー、そういうことか。色的にもペレね、もう名前からしてロッケンロールだわ、ほんとに。じゃあ一回止めよう。はい、ということでカメラチェンジいたしました。教えてもらいましたよ、ペレです。ペレ、いただきます。キャラメルとコンデンスミルクかでしたが、ブラックコーヒー。うんうん、あーいいね、あーいいね。かき氷はここって、うん、あれは何なんですか、建物。あれはトイレとかだよ。トイレ。うん、町の施設。トイレだけであんなでかくならないですよ。と、中になんかね、うん、倉庫みたいになって。ああ。シャワーもありますね。ね、あるね。公民館的な扱いっていうわけでもなく。でもなく。うん、だからこっち、一日借りてバーベキューするときとか、町の許可、建設課の許可を取ってやったりとか。その代わりあそこのトイレとかも使えてみたいな。まあ、だけどトイレとかシャワーは普通に一般人が使えるようにしてるから、ね、彼たちもそこで洗ったりシャワー浴びたり。こっちで海、さっきまで何人かメラビがいたけど、もうこっちで浴びて。いいな、なんか落ち着くっしょ、このロケーション。うんね、もうちょっとこういった移動式販売があと3つぐらいあったら最高ですね。いい、なんかもう本当ハワイじゃないけど、うん、そういった雰囲気の場所っていう。あ、コーヒー来たけどいいな、甘いのと。うんね。来ました。爽やかだわ。これ爽やかで、ちょっとミルクもかけてるけど、うん、今度、子供たちも連れて、はい、来てください。わかりました。間もいっぱいいただけ。だけどね、うん、結構量が多いかもしれないけど、うんうん、なかなかのボリューム。わらびが来たらもう、ちょっとだけシャリシャリなんだけど、うん、風があると、ふわふわにするとすぐ溶けるから。確かにそうですね。だからちょっとだけシャリシャリにしてる。で、暑い時とかはやっぱすぐ溶けるから、若干シャリシャリをもう打ってる。ふわふわってはもう言わないで、シャリシャリっていうふうに。ちょうどいいですよ。すごい。そういう調整もあるんだな。調整してる。要は葉の厚みってことですよね。うん。すればするほど固めないといい感じで乗ってこないから、そうなると氷いっぱい使っちゃうし、はいはいはい、でかといってふわふわをちょっとだけにすると蜜かけるとすぐ、そうそう、ちょっとだけ歯を上げてシャリシャリしてだけど頭痛くなるなるよね。まあ、それもいいと思ってるから。そう、それですよ。暑い時のかき氷って感じ。かき氷。あ、どうだ、やがこれ時期は大体よ、うん、何月から何月ぐらいなんですか。一応今回リサーチしたいからオールシーズンしようと思って。そういうことか。冬は冬で違ったまたチャレンジ、はい、今のペーストとかを使ったりして。今焼き芋系がまたすごい流行ってますからね。あとおでんも売りたいなって思ってる。あ、いいな。最高。だから石をもう鹿児島に持って行って全部、うん、あ、こっちで石を、うん、まあ、石もね、本当は売るっていうよりかは船蔵の方に持って行って、あそこ東の火が上がるところだから、うん、ちょっと運気を上げさせてもらえるように火に当てて石をで鹿児島に持って行って販売をしてるけど。へえ、なっち来て、夜のパワースポットから。いいですね、いいですね。今
鹿児島のバーはあのよろその船蔵から砂を持って行って、うん、あそうなんですか。鹿児島でも鹿児島本土の方でもバーを経営されてるんですけど、そのお店の名前は宇賀神。宇賀神です、はい、みんなにご利益があるように。どういう字でしたっけ。宇は愛、愛って書いて愛に、がは喜び、賀正の賀で、神は等しい、あの宇賀神。宇賀神検索すれば出てきます。出てこない。出てこない。じゃあどうやって行けばいいですか。どうやって行けばいいですか。天文館だけどガラス張りで与論島っていうポスターが貼られてるから。じゃあ探せば多分出てくると思いますんで。宇賀神もやられてるね。そういうことです。そう、そこに一応カップルシートってあって、カップルシートの方に与論から持ってきた砂をぶわってもうばらまいて、もう結構埋まったね。埋まってるから結構もうビーチっぽく。やかのその言い方なんだよな。ばらまいてとか言って全然いい印象じゃないんですよ。砂を敷いてとか。お金みたいな感じだね。でも白い砂、向こうはちょっと違うもんね。いいかもしれないですね。鹿児島にいる与論の人たちが、はい、やっぱめったに与論島帰ってこれないから、うん、まあ、向こうで与論の雰囲気を味わえるか、はい、また一元さんでもそうやって与論の良さを知ってもらえたらいいかなって、はい、もうほんと空間が真っ白だから、そこにプロジェクター当てて海の映像をやってるっていうか。いいですね。ほんとコンセプトは与論。またよくそうやってちょうどいい物件も見つかりました ね。巡り合わせですよね、タイミングで、うん、でそこに同級生のね、我らがマサトも、はい、はい、はい、よく来てくれるという、はい、はい、ありがたいことに。もし薄かったら氷、あ、ミルクとかかけるけど、まあ、おいミルク大丈夫です。十分です。ちょっといっちゃうな。ボリュームあるけど食べ始めたらね、子供とかでも2人で1つでいいと思うから。だから結構種類多かったと思うけど。多かったですね。もっとあるわけよ。一応40-50種類ぐらいは用意してて。そんなにそう、本当にその半分ぐらいしか持ってこれなくて、だから一つ一つまた変えながら。本当不思議な店だよな。これ2つもだってメニューに載ってなかったんだな、これ。ね、だから子供たちがやっぱ選ぶのもいいけど、その選んでる全部をかけてあげたい。はい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 。そうそう。それもかけるのって楽しそうですもんね。もう遊び感覚で。いや、これはもっといいわ。相当最高。意外にちょっと高かった。あの風鈴、うん、あれいいわ、音。そう、鹿児島も風鈴結構いっぱいバーって並べて、そう、風鈴の音とで涼しげさを出して、いいわ。ここって、もともと船、寄ってからまとめるあれじゃなかったんですか。コースタルリゾートって、はい、何ヨットかなんかを止めておくみたいな話しなかった。それあそこ、あそこは止まってます。うん、止まってる。あ、そうなんだ。ヨットはあんまないけどな。うん、ないけど遊びの釣り船とか、プレジャーボードとかクルーザーとか、ダイバーのダイビングのボードとか。こっちはね、結構もうこういうふうにテトラポットをやってるから、昼のも4時5時とかにファミリーが来て、で泳いだりする。ああ、真っ昼間はちょっと暑いですね。危険だから。そうですね。日焼けが、ね、日焼けが危険、すごいあれなんだ。確かに町からもね、島一番の町からも近いし、そうね、みんなにも知ってほしいなっていうのもあって、ロケーションでこっちに持ってきた、ここもいいですよね。
わあ、今日はサップサーフィンが最高じゃないですか。向こうが、あ、そういえば今日島本当芸能人多いですね。来た。今日ティララキにちょっとだけ行ったんですよ。うん、今までずっと忙しくて、うん、あの行けなかったんで、うん、水中こういうので撮ろうと思って、うん、やっと行けると思って道始めてて濁ってたけど、うん、もういいやって言ったら男性女性のカップルだったんですけど、うん、どっかで見たことあるんですよ。めっちゃめちゃ美人と行けるんで、うん、誰か分からなかったけど、うん、確実に見たことある芸能人、あ、芸の人でした。昨日一昨日も来てて、あ、そうですか。昨日帰ったけど、一昨日鹿児島から帰ってきたけど、その知り合いの女性が連れてこようかって言ってたけど、はい、その連絡を俺次の日にと見てしまったから連れてこれなくて、だけどすごい、うん、オーラのある人だったね。うん、多いですよね。そう、人多い。日本人やっぱオーラがあるんだ。まあ、なんか違うよね。うん、その人はね、V シネでしょっちゅう出てる人だから。そのオーラが。V シネ。V シネ。V シネ。なんかちょっと違うんだよね、本当に。白のタンクトップが似合う人だ。普通に話しかけて、話してたら、あれこの人見たことあるぞ、みたいな感じでした、うん、今日。来てるね。9月あたりは本当に落ち着くから、そう、来やすいだろうね。うん、道始めててちょっと濁ってる海で写真撮ってたから、うん、できれば完全干潮してる時が透き通り具合でいったらいいかもしれないですよっつって教えてあげて話してたら、うん、もう明日帰るっつってたから、あ、時間があれですねっつって話して、なんか見たことあるなぁと思いながら、でももしかしたらその人も春樹のことをどっか見たことあるなって絶対ね、それはそれね、ダウンタウンデラックスでちょっと出た人じゃないって。あ、それ行った。でも本当多い。昔島田紳助さんとかも来たもんね。うん。そうだよね。今もなんかたくさん、あんまり言わないけど、女性の方とかもね。あ、ね。そうですよね。ラジオでも言っててくれたからあれだけど、何年か前は5、6年前ですか、岡村さんも来てくださってましたよね。うちの店も本当に来てくれて、何なんですか、気さくでいい人だった。結婚前ですよね。うん、前奥様と一緒にね、今の歌ったのかな。確かそうだったはずですよ。違ったのちょっと。確かそうだったはず。すごいいい人だった。うん、落ち着いて、うん、一回テレビ局で勤めてたことがあって、その時はちょっと尖ってたけど、うんうん、まだ若い頃ね。そう、若い時は尖ってたけど、今はもう本当というか何年か前は落ち着いて、すごい。なんちゃかのシャツで。いや、あのあれ何、違う、僕 M1 出たことあるんですよ、出たことあるんですよって三つなんか話しかけて正しかったんですけど、でそういう人がいたんだっていうのをテレビかラジオで話してて、その M1 出たんですよって一緒に予選行ったの僕なんですよ。あ、本当、あ、そうだった。 M1 出てみたいんで一緒にやってくれよってお願いされて、もう何年も何十年ぐらい前ですけど、しかも出たって言うけど1回戦敗退なのよ。岡村さんが死ぬわけないから、よくそんな話するなと。やっぱね、話題をね。春樹ったらもう1回でいいから付き合ってくれって言われて、ほんとね、一番喜んでたの浩二だったからね。うん、岡村さんが。であの役やろうって自分で言ったのに全く稽古しないのよ。全く練習しないで、飲みにパック1回か、天然だから。何やりたいんですか、役はつって。懐かしいな。懐かしいね。懐かしい。また来てくれるといいけどね。うん、遊びに。そうですね。ご夫婦で、うん、泊まったのも近くだったんだ
ホテル。ああ、そうなんですか。一応金。その時は声かけとしてな、一緒に行きたいな。ねえ。本当に。っていうか、これお腹いっぱいだろうわ。なる。なるでしょ。結構、多分500リットル。大人でもこれ。多いと思う。なかなかだ。コーヒーはコーヒーでね。結構、いいところのコーヒーを。いや、いいっすいいっすよ。気持ちいい。春樹はいつまで読むと、ね、27日があります。鹿児島も寄ってくれたらね、行きたいですけどね。ぜひタイミングが合えば。また今度だな、今回はあれだから。意外に結構島にいる間もパツパツなんですよね。忙しいもんね。忙しいっていうか、なんちゃかんじゃん。あの劇団の人は来た？ね、25日に来ます。そうそう、なんかマサトが言ってたから25日に来て。ああ、もういいっす。ということで、カレンの特盛りにしなくても特盛りで出てくる最強のかき氷、僕のが、ペレで、さっきのやつがあれなんじゃない、もう力でいい。いや、そう言っていいか。パワー、パワー、パワー。いや、でも、パワーって。どうやって、いきなりテンション上がったの。絶対もう何をかけたか忘れると思うんで、なんか特別なやつでした。で、これが、それで、作った名人が、この先輩です。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。頑張っちゃうの。